解説をやっていきますということで、すいません、ちょっともう連日鼻声で、まあとりあえずね、無料ガチャやってからお話ししていきましょう。いやー、バレット楽しみだね。早くイラストと 3D グラフィックを、ビジョンカードか。UR 欲しい。バハムートがね、欲しいっすね、やっぱ。やっぱりね、ちょっと。でも、カーバンクルでもいいよ。よし。ああ。ツインヘッドドラゴン。さ、まあ、今日はね、本当に、まあ、ファイナルファンタジー7が始まって、まあ、まだね、全然ちょっとイベント本格的に、今日からかな。今日からちょっとイベント本格的にやろうかなというところで、で、まあ、ちょこっとやってみてね、ちょっといろいろ言いたいことがあったんでね、ちょっともう運営にどうしても伝えたいなというところで、動画をね、撮っていこうかなと思います。そんな感じで、行ってみましょう。したら、こうね、ハードクエスト来たね。あれ、昨日からあった？もしかして、大丈夫？俺昨日やってないけど、大丈夫？ 今日から大丈夫だよね。うわ、マジか、わかんないけど。ちょっと昨日さ、自分今回に限らず、ギルのかけらガチャあるじゃないですか。あれね、本当にやり忘れるんですよね。昨日ね、普通にやり忘れてしまって、クラウドティファ、貯水塔、給水塔の約束。全部ね、総額で言ったらね、かけら30枚なわけじゃないですか。日数で言ったら15日ですからね。15日分。ちょっとね、手痛いミスをしてしまったなと。今日話していきたいのはね、このコラボイベントクエスト。別に話すつもりなかったけど、まあ、一個だけどうしてもやっぱ言いたいのは、コラボクエストイベント。やっぱね、何かしらね、やっぱさ、幻影戦争のキャラクターとの絡みは欲しいかな。エグソスヒーローズぐらいのさっぱりでもいいですけど、エグソスヒーローズのコラボマジでさっぱりなんで。ファイナルファンタジーくらいのクオリティだったら、リンカネみたいに、もはや文章だけでもいいと思う。それくらいでもいいからね、ちょっとしたストーリーはね、欲しいかなって感じですかね。で、まずこの、ね、ミッドガル、一番街、駅ホーム、中級ということで、まずこれからね、物申していきましょう。まずこれです。このね、この一番街。このフィールドマップのさ、この完成度。いや、すごくいいよね。幻影戦争のさ、こういう、まあ、この前さ、クラウドの 3D グラフィックの話もしましたけど、やっぱ幻影戦争のこのさ、グラってさ、個人的には結構、でもなんかプレステ2の、なんか最高にある、最高値みたいな、なんかベイグランドストーリーみたいなさ、くらいの世代の、をなんか突き詰めていったところが、ここに到達するみたいな。なんて言ったらいいんだろう。もう本当にね、この 3D のグラフィック、これを見てるだけでね、ちょっと、楽しいっすね。このやっぱこの列車のさ、やっぱクオリティもさ、やっぱ高いしね。いやー、よく作り込まれてるよね。ほらほら、美しいね。すごくいいと思います。でもこの、一番街なんだっけ？ホームだっけ？駅だっけ？フィールド名忘れちゃいましたけど。いや、まずね、ここの、やっぱ電車、やっぱ胸アツだよね。
いや、もうずっと見てられます。まあさ、まあいいよいいよ、本当にいいよね。こういうマップ、本当にいいからさ。まあこれさ、やっぱ過去のコラボのマップ、ファイナルファンタジータクティクスもさ、結構再現度すごかったし、もちろんオートマタだったりさ、あの、ファイナルファンタジー10だったりさ。だからさ、まあ、今は自分 PVP、あの、EX ジョブ来てから嫌いだからあんまり言いたくないですけど、なんかストリートファイターみたいにさ、フィールドもさ、あの、ランダムでさ、パパパパパパパッ、ダーンみたいな感じで、初期位置とか特に、あの、平等でやってさ、フィールドだけランダムでさ、こういう、ね、フィールドステージで戦えるといいよね。なんか本当にもったいないなと。うん。あの、一回やってさ、なんか使い捨てじゃないけどさ、見れなくなっちゃうのがね、もったいないよね。あの、ファイナルファンタジータクティクスのフィールドだって最高だったし、うん。あそこでやっぱ PVP したいじゃないですか。次がこのね、一番魔航路への道。ここのフィールド。さっきのあの、ホームもさ、一番街ホームも良かったっすけど、個人的にはこっちの方がね、好きっすね。まあ言うてコピーを並べてるだけだと思いますけど。でもね、やっぱ好きっすね。やっぱさ、ゲーン戦争のこのグラさ、毎回思うけどさ、やっぱ機械、いや全部美しいな。でもやっぱ機械系がより美しいなと。ここもやっぱさ、あの 3D のやっぱグラフィックの作り込み。最高っすよね。いや、最高だよね。ここのフィールドもね、めちゃくちゃかっこいいわ。ここで戦いたいよね。PV。ギルバートとかさ、毎日5回やるアリーナとかさ、こういうところで、そう、背景、毎回同じステージじゃなくてさ、そしたらなんか、スキップもしないでやっぱ見たいわ。毎日ランダムでこの戦えるステージ変わるならね。このスイーパーだっけ？やっぱかっこいいよね。やっぱさ、この手の、なんていうんだろうね、この 3D、さっきも言ったけど、3D は 3D でもなんか、なんつうんだろう。あんまこういうの詳しくないんで、言葉はわかんないですけど。あの、これ系の、さっきも言ったけど、これ系のグラのやっぱ最高値にあると思うんですよね。このスイーパーのこのさ、完成度やばいでしょ。なかなかね、やっぱスクエニすげえなって思いますね。やっぱスクエニのこういうところの技術は、ね、飛び抜けてるよね。ニーアリンカーネーション。そう、ニーアリンカーネーションも動画撮んないとな。ニーアリンカーネーション、あの、動画撮るものがなくてさ。周回してるだけなんで。ニーアリンカーネーションだってあれや、ある意味、これとは違う分岐点の最高値にいるじゃないですか。完全なる 3D グラフィックの最高値。それとは違う方の分岐点の最高値にいるよね。現世層のこのグラフィック。最後にこれですね。一番魔航路。個人的にはね、この一番魔航路のこのステージがね、一番感動したかな。何がすごいって思ってた、このね、この鉄床の部分のさ、この網目の部分、めっちゃリアル。この道の部分もめちゃくちゃ綺麗だしね。しかもさ、このグラフィックでニーアリンカーネーションとは違う、ね、分岐点なんですけど、やっぱさ、それでもやっぱこの水のグラフィック、水の表現とかもすげえ美しいしね。いやー、なんかね、このフィールドでも、いや、このフィールドもね、最高だよね。マジでかっこいい。いやー、ほんと今のさ、技術ってすごいよね。
今回の動画で一番痛かったのはね、何よりこれっすね。ガードスコーピオンだっけな、前。ガードスコーピオン。こいつのさ、完成度たるや。やばいでしょ、これ。このガードスコーピオンのさ、この完成度やばいよね。幻影戦争のこの、なんつうの、レベルで、ここまで表現できるのってすごいよね。このガードスコーピオンのね、この完成度で、マジですごい。すごくないですか、これ。かっこいいなんて思うんじゃないよね。いやー、すごいよね。なんかさ、このガードスコーピオンのこのクオリティ見ちゃうとさ、いや、なんか今パッと思いついたけどさ、ねえ、やろうよ。スケにやろうよ。このしのちゃんをプロデューサーにしてさ、フロントミッションやろうよ。ガードスコーピオンをここまで再現できるなら、ソシャゲでさ、フロントミッションやりましょう。いいんじゃない？ね。フロントミッション結構課金できんじゃないかな？集金できるんじゃない？あの、パーツ、各パーツガチャにしちゃえばいいんだからさ。ね。武器にさ、そうだよね。右腕、左腕、右足、左足でしょ？頭、上半身、下半身みたいな。そこまでやったら、ブーイングされそうだから、まあ、下半身、上半身、頭、バックパック、右腕、左腕みたいなね。あんな、右武器、左武器みたいな。うん。いいんじゃないか。もちろんガチャさんプラス、まあ、でもやっぱグラブルみたいにさ、ちゃんとストーリーで収集できる武具も、ちゃんと揃えると、まあ、グラブルで言うとマグナ系とかで揃えると強いみたいなとかね。決して課金武器には、劣らないみたいな感じで。いやー、すごい。このガードスコーピオンね、この完成度の高さはね、もう震える。もう最高すぎるね。何がすごいって、このね、動いてるシーンもね、どうだろう、動いてるシーン見れるかな。まあ、ちょっと敵が弱いから、先に倒しちゃうかもしれないです。でも、うちのメンバーもなかなか育成メンバーで弱いんで。ガードスコーピオン動いてくれ。ビクトラだけがちょっと強めなんでね。ガードスコーピオンワンパンしないでね。うわ、おー、いい。動いた、動いた。ほら、かっこいいね。ああ、倒しちゃった。いやー、本当にすごいよね。このガードスコーピオン自分で見たとき、初チャレンジしたときに、あまりの凄さに一旦オート解除して、眺めちゃいましたからね。いや、結構いいね。今パッと動画撮りつつ思ったけど、うん、ソシャゲでこのガードスコーピオンくらいのクオリティ出せるなら、フロントミッションやりたいわ。めっちゃ売れると思うわ。興奮、それだけで、想像するだけで興奮するよね。自分が組み上げた機体を、このガードスコーピオンくらいのクオリティで表現できて、PVP で1対1で戦うんすよ。想像するだけで興奮するね。まあ、そんな感じで、うん。ちょっと運営にね、ちょっとこれだけは言っておきたくて。マジでちょっと 3D、あのフィールドのね、あの作り込みがね、マジですごいっす。だからほんとこのアリーナとかでさ、やっぱマップとかやっぱ、アリーナなら別にマップ固定じゃなくてもいいんじゃない？もはやさ、この EX ジョブ来てさ、PVP 死んだ、自分は死んだと思ってるんで、EX ジョブ来て、もう PVP は死んだと思ってるんで、もうクソつまんなくなっちゃったんで。せめて、このフィールドは、
ランダムで過去のイベントとかのフィールドも含めて、そうすれば多少は勝率にもね、影響するかもしれないんで。まあ、今回はこのステージですけど、ランダムで過去の FF10 とかニーヤのニーヤのあの宇宙船も、宇宙船っていうのかな？宇宙船ね、確かにあれね。あそこのステージも結構良かったし、もう一回見たいもん。下手したらもう二度と見れないわけですからね。ファイナルファンタジータクティクスのさ、有名な、なんていうの、縄文の、フィールドとかさ、下手したら二度と見れないかもしれないからね。ちなみに次のコラボは、ファイナルファンタジータクティクスです。これも間違いないと思う。多分ガフガリオンをね、出したいと思うんで。SSR のガフガリオンをもう一回取得できるタイミングを近々、多分出したいと思うんで。多分ファイナルファンタジー7のコラボの次は、ファイナルファンタジータクティクスのね、コラボのはずです。これ多分当たってると思うな。こんな感じで、フィールドも、いつもこれ画面すら見ないっていうか、いつもスキップですけど、フィールドもコロコロ変わってくれるならね、結構眺めてても面白いかなと。まあ、あとはこれはまあ話変わっちゃうけどね。話変わっちゃうというか話戻っちゃうけど、いつもの感じに。まあ、あとはもうこの EX ジョブ来て、崩壊したバランスをとっとと修正してね、PVP に昔の面白さを取り戻してもらって。みんな結構ね、千差万別だったんで。へえ、みたいな。いろんな組み合わせ、毎回さ、戦う相手、キャラ違うし。いや、あの頃を取り戻したい。その上で、フィールドも、そんな感じにするとね、最高かなと思います。そんな感じで、まあ、運営にね、ちょっとこれだけは伝えたいっていうことをね、動画撮ってみました。ということで、まあ、次回の放送でね、もう、あえて、まあ、最後にあえて言わせてもらうけど、もうせっかくこんなさ、クリエイターが、こんな素晴らしいね、フィールドとか制作してくれてるんだから、ね、息の長いゲームにしないといけないと思うんで、次の放送を道間違えると、桜革命みたいになっちゃうんで、気をつけてくださいね。そんな感じで、どうもありがとうございました。